マスさん、今日もお疲れ様おで疲しれ様でた。した。では、参りましょう。放送後3分間のトークバトルっていう振りになったんですか？変わった、もしかして。トークバトルするの、ここ。バトル？まあまあ、一応台本通り行こうか。まあじゃあ、ジッププラス3！イェーイ！今日は久しぶりのコンビですね。そうですね。ご無沙汰しております。本当にご無沙汰だよ。だって、このプラス3のリモートプラス3が始まった初回が我々だったけど、はい、それ以来の組み合わせじゃない？そうですね。なんだか、マスさんにはちょっと今日おめでたいことがあったんですよなんね。か特別なことあったっけ？あ、ジェロさんの誕生日だね。ああ、それはじゃあちょっと一節歌っていただいていや、も。ちょっと難しい。ほら、いろいろね、権利関係の問題で、ちょっとご遠慮いただければと思ってますけど。そうですね。あと今日は何て言ったって、明日未満警察の最終回っていうこと。大事。大事、中島さんと平野さんも来てくださいましたし、そう、大悟さんの金曜大日。悟さん、そうよ。そっか。そろそろもらっていいですか？そろそろもらっていいですか？マスおじさん、お誕生日、おめでとうございありがとうございます。ます。何歳になったんですか？サンキューさんです。ミクみたいな。ニックです。はい、サンキュー、サンキューな39歳になりました。なんでしょうね。なんか、今までは、ちょっとこう、マスさんの、ちょっと、なんか、年の割におじさんっぽいところをいじって、マスおじさんなんて、こう、愛称だったんですけれど、39歳の方に、ちょっと、おじさんっていうと、なんか、あんまり、なんか、笑えない感じになってきました。そうね、マスおじさんって言われたときに、普通にすんなり受け入れちゃうかもしれないから、ちょっと今後徳島の恒例のいじりが使えなくなっちゃうなっていうのと、ああ、そっあとちか。ょっといや、1個確目か気にに。なったんだけどさ、チップってほら終わった後誕生日お祝いするじゃない、スタジオで。おめでとうみたいな感じでさ。でもさ、なんか、まあ今スタジオ別だけど、徳島の声が一言もしないなっていう話に上のスタジオでなってて、あれ？俺のその誕生日祝いイベントの時って、あれ？どこにいらっしゃった？なんか、放送が終わったら、私、3秒以内にマイクを外すっていうマイルールがあるんですけど、どんなルールだよ。さっとマイクを外して、あれ、なんか、マスさんのバースデーセレモニーがあるらしいぞっていう話で、こう、ちょっと下はざわついたんですけど、アスカちゃんがいるから、どうぞアスカちゃんをこうメインで映してくださいって言って、アスカを見たんだけど、徳島の姿が見当たらなかったんですよね。私も隅の方で、ちょっと靴履き替えたりとか。ああ、じゃあ一応気持ちは参加してたってこといいんですかね、じゃあ。もちろんです、もちろんです。よかった、安心した。なんかまさかもうすでにスタジオから出てたんじゃないかと思って。見守ってはいましたよ、もちろん。なるほどね。マスさんと、なんかこう、大悟さんの、なんかこう、あったかい雰囲気、いいなって思いながら。でも、マスさん、なんか、ね、今日の、放送されてないですけど、バースデーセレモニーでは、なんか大人のセクシーさを身につけたいみたいな。そうだね、やっぱほら、男40から本当の意味での色気が出るっていうふうに聞いてるから。その辺は目指していきたいなっていう感じはしてるんだよね。こう目標は一応、西島秀俊さんっていうふうに設定してて。もう笑いすぎ、ちょっと笑いすぎじゃない？そんな笑うとこじゃないよ、別に。あーぐらいのリアクションでいいんだよ。でも今日はですね、そんなマスさんにですね、視聴者の皆様から届いた質問を根掘り葉掘りして、目指せ西島秀俊さん、マスさんを丸裸にしていきたいと思います。今のため息あるの？今のため息は。ちょっと前段が長くなっちゃうのはこのプラス3の良くないところで。じゃあ行きますよ。私がどん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 マスさんに質問していきますから。じゃあ、ででん。セクシーになるってことでしたけども、その他なんかこう、フィジカル面での目標とかはありますか？これまさにですね、ダイエット今しております。最近リンゴのメーカーのウォッチを買いまして、心拍数をすごく今測るようになってるのね。で、もう毎日今ね、実はワークアウトしてるの。やっぱフィジカル的にここから落ちてくるから、今ここでぐっと踏みとどまらなければってことで、実はこの3ヶ月ぐらい、毎日ワークアウト。で、月間50キロから100キロぐらい走ってます。おいおい、ちょっと待て。割とリアクション弱めで広がんねえな。失礼しました。広げろ。
ごめんなさい、話を広げるってどうやってやるんだっけな。じゃあ、ランニング中はどんな音楽聴いてるんですか？それはまあね、ミセスグリーンアップルとかを聴きながらこう、爽やか。今っぽいでしょ？やっぱ篠原の影響が強くてね、やっぱね、最近篠原から若いエキスを吸収してる感じがするね。そのセリフがめちゃめちゃおじさんですよ。そうか、そうか、これか、これがいけないのか。若いエキスを吸収で、それ、なんかもうバブルぐらいのセリフじゃないですか。もう、今、ダなメしなダし、キメ。ャンセル、キャンはい、セル。なしにやしめてて、ください。あとはですね、じゃあ、まさか、一人動画配信をすることになったとしたら、何をテーマで動画配信しますか？ちょっとそれさ、こっちにも台本あるんだけどさ、はいはい本はい。来お互い何をするかプロデュースするって書いてあるのにさ、自分が答えたくないから一方的な質問に今、捏造したよね。そんなことないです。そんなことない。でも、プラス3ご覧の皆さんは、マスさんが ZIP の YouTube 公式チャンネルで折り紙動物園というものをやってるのご存知でしょうか？マスさんが面白い動物のね、折り紙をひたすら折る地味な動画になっております。ぜひご覧ください。地味っていうな、再生回数がまだ1万回にいっておりませんので、ぜひともね、ご覧いただきたいですね。折り紙動物園、あと篠原と徳島の、アナウンス対決動画というのもありますんで、それもね、ぜひ一緒に見てほしいですよね。それぞはれい。現状数千回の再生回数にとどまっておりますので。そうですね。ちょっとまず探すのが一苦労ってなってるんですけど、動画どう配で信すやっぱか、そうなりマまスすさん、よ。折り紙以外に何か動画配信するとしたら。でやっぱり動物動画になっちゃうんだよね。実は動物の魅力を語るっていう動画配信をね、一時期やろうと計画してたんだけど、なかなかね、画力が弱くて。だからやっぱ動物 ASMR はいずれやってみたいなと思ってる。はあ、というと。というと、ってほら、貝殻こすり合わせるとかさ、あるじゃん、そういうの。動物絡みの、生き物絡みの音をさ、楽しむっていうさ、カエルの鳴き声とか。穴子の耳石をこうこすそうり合そうそう。わせるみたいな。セミの鳴き声をそっと聞かせるとかね。そんなこんなで3分が経ってしまちょっいとまね、しごめん、もう今の徳島のリアクションを見て、再生回数伸びないなと思ったから、これもなしにしましょう。た。いやいや、次、ちょっそうとですもね。う、次、ラスト1問。ラスト1問。じゃあ、ちょっと待ってください。まだアラームが消しきれてなかった。いやいや、ちょっと。徳島さん、普段総合司会やってらっしゃいますよね。何でしたっけ？総合司会、ちょっと、わたわたわたと。じゃあ、ZIP も、まあ、10年、マッサン、ZIP 開始した時は29歳だったということで、どうですか？じゃあ、29歳の時の自分に何か声をかけるとしたら、うわ、それを言うなら、今、君の横に、すごくふわふわして、緊張して喋ってる、ショービズの女の子が、10年後、あなたの隣で総合司会してますよっていうふうに言いたい。そだちゃんかな？違うわ、曽田まりえちゃんじゃないわ。あんただわ、あんた。って思うよ、やっぱ本当に。それはすごい、時の流れを一番感じる。はあ、そうでそすよう。ね。すごく今、いい話に展開したつもりだったけど、びっくりするほどリアクションが弱くて、まあ、10年、そういう時代ってことよ、でも、本当に。そうですね。確かに、まあ、なんか、10年経ってマッサン変わったなって思うことありますか？なんか変わってないように見えるんですけど、後輩からすると。そうなの？いや、なんか変わらない、その仕事に対するモチベーションとか、なんかこう、細かい準備とかが、10年間変わらないのがすごいなって思うんですけど。確かに9月生まれの人っていうのは実は今朝ちょっと占いみたいなの見てて、そう、9月生まれの人っていうのを見たらさ、真面目で几帳面、ただし融通が利かないって書いてあって、で、なおかつ、リスクを恐れるので、成功するかどうかわからない可能性には絶対チャレンジしないって書いてあって、なんか占いってすげえなって思うとともに、あれ ?9 月生まれ、うちの総合司会って9月生まれコンビだなって思って、なんか、そうわでかするよね、でもね。ね。ちょっとね。当たってるよね。石橋は叩いて叩いて渡らないタイプっていそうう。そうそうそう。お互いね、だからそういう意味で言確かうと、に。今年39だから、次は、ちょっとチャレンジする年にしたいなとは思ってます、本当に。チャレンジ。おまさか金髪にするとか。ー。いやいや、そんな、中二病みたいなチャレンジをしないわ。けどほら、ね、僕の同期の青木源太もね、こう新しいチャレンジをね、始めたわけで、まあ別になんつうの。
負けないでっておかしいけど、やっぱりこうそういう今ってチャレンジするべき世の中だと思うから、自分の中での新しいチャレンジをしていきたいなというふうに思っております。はい、じゃあこれからも体に気をつけて頑張ってください。なんかステレオタイプな締め込めだな、おい。この状況が徳島さん、来週あなたが待ってるんで気をつけてくださいね。ちょっと何のことやら、私もあの28ぐらいから誕生日は迎えないことになってるんですよ。いやいやいや、まあね、ミニーちゃんがね、ミニーちゃん楽しみだな。はい、わ、以上 GPS3 でした。いらないこと言ったから今の、もしかして何のことやら。